もしめたのです。どうもしめたのです。ぬいりんです。おいたそばがです。すんです。はい、というわけでここの組における共通点を見出してしまって、なんかあるんですか。君たちは編集ができるという。いやいや、みんなできる、みんなできる。そんなこと言うともっと呼んでこなかった。そうです。というわけで今回はですね、まあ、伝言ゲームをやりたいんですけども、一瞬俺呼ばれたかもと。伝言ゲームじゃない、伝言ゲームじゃない、まあ、ただ普通の伝言ゲームじゃありません。というわけで今回やりたい企画は編集で伝えろ、編集伝言ゴンゴンゲーム。俺に USB 刺さらへんかったら、俺はそれやるわ、なんでも。今回は USB は刺さりません。だったら、うん、大丈夫。今回は、まあ、人にかくお題出してもらう。はい。で、まあ、例えば、桃太郎。桃太郎。桃太郎というお題を出すって、出すでしょ、はい、そしたら、一人目の編集者は、まあ、桃太郎を表す編集というか、はい、ネットからフリー素材とか拾ってきて、でも画像を動かすしか手段ないってことですね。まあ、そういうことです。元素材はないってこと。はい、で、編集者は、おのおの制限時間、気分的に7分。でも7分で編集ってしたことないもんね、言うても。大体何時間もかけてやるわ。素材見たら終わっちゃいますから。はい、というわけで、やってみたいと思います。メイケタバスローイズレディーガンガンゴーゴー。いきますよ、お題。はい、今回のお題はこちらです。じゃじゃん。はぁ、じゃあいきます。位置ついて、よーい、スタート。制作過程はやっぱちょっと皆さんにちょっと見せてあげましょう。いや、これこうやって編集してるんだよっていうのはやっぱね、見てもらいたいですね。はい、これ今画像を読み込みました。さあ、2枚目の画像を。お、和賀くんの頭にはそういう構成図がね。これめっちゃ秀逸かも。これこれはうまい。めっちゃ一人で盛り上がってるもんね。これは作者の意図をよく組んでいる。強いな。残る絵じゃん。ちょっとこれ終わったー。正解。作画崩壊。うわ、いや、我が丁寧な仕事してんな、やっぱお前。1。はい。OK。ゼロー。割とな、これ分かる方は分かんないですよ。いや、でもお前はいい仕事したと思う。じゃあ、ムーリンさん。はい、見ますね。どうぞー。これ、動画？いや、もう、それ1枚に。え？いや、もう、これ、いや、もうこれは完全にもう、わからんからノエギンのせいよね、これ、うん、この言葉は実際に存在しひん。そう。はい、じゃあもう終わり。シンキングタイム終了。よーい、7分。でも、どれ、いや、もうそこまで分かってんねんってことだ。ちょっと興奮してる。ちょっと興奮してるやん、この人。結構でも近いってことなんかな。でも、なんとなくこれだってほしいなっていうワードは1個あるんですよね。1分10秒。もうでも余裕、もう終わったら終わりでいいよ、別に。あ、じゃあ終わりで。お、あ、時間前提出、素晴らしい。はい、じゃあすぐにどうぞ。はい、っす。私が書いたのはこれです。あー、分かりやすいな。え、いや、多分分かったね、多分。マジで。おー、早い。本当に。ちょっとじゃあ、まあ工夫入れてより分かりやすいようにしますかね。はい。よーい、スタート。残り3分。3分、よし。ちょっと動かそうとしてる。泣けなしのアニメーション入ります。なんてやつだっけ。あ、これでいいや。手震えてみて。手震えて。これだ。1。 OK！ OK！ まあまあまあ、えぐい。いけるっしょ。それじゃあ3人目終わったんで、はい、見てもらいましょう。じゃあ見ますわ。こちらです。はい。これ分かるぞ。分かるというか、作品は分かる。お、何個かセリフ覚えてるんだよね。その中にかつててほしいなっていう。そんな複雑じゃないよ。分からへん。
終わったいやこれ分かるで、いや分かるはずなんですよ、これ、これ分からんかったら今後渋いで、お前これ渋いっすよ、これ最後の方がいいんじゃん、これ。というわけで今回出したお題はでん、千と千尋の神頼み、でん、千と千尋の神頼み、お、でん、千と千尋の神頼み、お、喜びの神頼み決まりましたけど、はい、まあ中級ぐらいなるほどかなと、文っぽい感じにはしました。なるほど、はい、で多分誰でもこの文章はわかります。はいはいはい、完成したー。いや俺はもう結構主力を尽くしましたね。これはこちらです。いやもうちょっと、これだけですか。うん、文章、文章丸つきますよ最後。あとはって感じ。まあまあ一言一句できたらすごいですよ。これも正直いけるんじゃん。いやまあ、いやでもその、まあ、一言いきますよ。はい、よーい、ダダッ、テレレッテッテーテレテッテ、おー、はい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 、和田くんこういく感じなんですね。なるほど、早い、仕事が早いですね。今の聞いたらすごかった。でも正直伝わってるってことじゃない。まあそう、伝わってるますね。まあ LINE は合ってる。おっと、こういうアプローチ。さあ、果たしてこれは、果たして扱っているんでしょうか。果たしてこれ、最後の40秒経過扱っているんでしょうか。5、4、3、2、1、考えられまーす。じゃあ、ノエに、じゃあ、いきますよ。はい、僕の動画はこちらです。まあ、僕らは何も言わないでしましょうかね。俺らは何も言わんけど。え、ちゃう、僕らは何も言いません。え、これ間違ってたら、ハノンさんのせいよ。いや、そんなことないよ。僕からしたら、いやいや、そんなことない。いやいやいや、え、絵で、動画で伝えるしかないですか。いろんな言い方ありすぎて編集で。いや、でもそれは俺も思った。だって俺もそれは思った。いや、俺まず一通りじゃなかったな。いや、だから一旦頼もうかな。疑いにね。じゃあ、念願からもうお願いします。はい、今回のお題はこちら。18歳未満の入店はお断りします。うおおおおお、こちらです。あ、僕、あ、18歳未満お断り。え、わがわ18歳の壁を突破したんご。あー、それはねーな。いやいや、わかった、わかった、真ん中どうでもいいから。18歳になると大人と呼ばれます。あー、やっすよ。いや、おことか。いや、そう、おことが割れてる。あ、おことってそれか。そう、そういうことや。それ俺分かったね。じゃあちょっと見せていこう。ちょっとどういう意図かっていう。そう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 。え、だからおことがただの板だと思ったんですよ。いや、あ、なるほどね。なるほど。だから18で木とかこんな、なんかマリカーのやつとか使ってるから、じゃあこともただの板なんやなって思ったんですよ。あー、そういうこと。ここでだから無駄なもん使いすぎ。進んだやつ見てる。いや、進んでも、進んでも分かりやすかった。これうまいよな。あ、これうまいよ。でもこれだと18禁、でも18歳未満お断りで、はい、これちょっとむずい。いや、お断りちょっと遊びすぎじゃない。ちょっと、いや、分かる分かる。どうやみたいな。お断りどうやっていう。いや、でもまあ。というわけで、ノエリに見せますね。はい、せーの、はい、でえ、ちょっとむ、難しい難しい。あー、反応も大事やな。難しいんか。じゃあ、3問目、よーい、スタート。しかも次が電化。ここ一番難易度高い。不安なんだよな。3、難易度高いんでいいかもしれない。3人目俺の方がいいか。終了。じゃあちょっとノエリンが作ったね、はい、あれをちょっと確認します。いきます。いや、
わかりました？全然わかんない。画像から画像の、ね、接続がこの最初から見るって結構大事です。ちょっと待って、これなんなんやろ。なんなんやろ、これ。おいどう、お前想像力を膨らませろか、お前が同じようにまた作り直すか。いや、そうっす、そうやな。ちょっと待って、めっちゃ時間、めっちゃ時間って解釈にかかる時間。じゃあまあ、じゃあ行きますよ。よーい、スタート。これは大事な情報だ。再現しに行ったんですね、どっちかというと。うん、再現しに行った。こんなんいたな。こんなんいた。ちょっと待って。夏休みの宿題写してるやつと一緒っすよ。間違いない。本質理解してないもの。そうだよ、全然理解してない、正直。本質。残り2分半。あ、でもなんか、こっち方面ちょっと行ってみよう。あー、ブレとる、ブレとる、とる。自分色に染めてきた。これもうやばい。残り1分。こいつ見とこ、こいつだもん。こいつ。もうダメや、これ。もうダメだ、これ。どうしようもできない。あのね、あのでもトレースしたよ、俺。そしてだけね、レシピ本くれんのに何作ってるかのタイトル教えてくれんの。そういうゲームじゃあ見ます。はい、はい、海賊版見ます。いやもうなんか本質はマジでついてない。何回やねん。あのちょっと一個やりたいのが、こいつの人は誰なんていう。こいつの人なぜ信号を呼んだのだ。じゃあ行きましょう。じゃあ僕はもう分かりました。もうね、分かりましたよ。もうあっ、おっ、同格かやな。まあ同格かやもう。分かったか。分かった分かった。これいけ、いけるぞお前。これでもこれマッチョであることに意味があるかどうかってことだよね。何この2枚目マジで。これがやっぱ一番ヒントやったね、マジで。じゃあ、これいいですか。分かったー。おー、分かった分かった急に。ただ、なぜあいつが出てきたのかは最後までなぜやってたのか。いきます、よーい、スタート。いきます。残り1分。イラストやってない。いける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 。その余裕があるのか。さあ早くダウンロードしろ、お前早く。ネット重い。1、1、1、よっしゃー。いや俺らできる限りのことしたはず。じゃあ、させていただきますか。じゃあこれ気持ちよく終わろうぜ。そうですね、正解しておりましょう。じゃあ行きます。副長、副長ミスってるやろ。またミスってるやろ。待って待って待って。曲スタンの意味あるのかな。これ何、こ全員120%知ってる。スンは何なら好き。スンの好き集合の中から引っ張っていったらね、もしかしたら答え出るかもしれない。結構いろいろ好きやった。マジで言ってみたらいいよ。世界史とかクイズとか、うん、餃子とか。あ、もうどんどん言ってて。それ言うよ。ちょっと難しい席でないの。やばいやろ。その好きなもの言ってって言って、ほぼそれくる。やばいやろ。からの元素カルチャー、カルチャー、カルチャー、文化ですか。油取り紙とかですか。はい、というわけで、回答が出揃ったので、じゃあ、スン、発表よろしく。私が、受け取った文章はこちらです。はい、
ジャイアンのリサイタルがうるさいでございます。なるほど。なるほど。なるほど。なんか、うるさそうだったので。あ、うるさそうだった。うるさそうだったので。確かに。うるさかった。うるさかった。うるさかったよね。これ、4人でやってみます？あ、やります？じゃあ、答えは、じゃん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 。はぁ、うせぇ、うせぇ、うせぇは、あなたが思うより健康です。こちらでございます。いや、無理ではないな、これ。じゃあ、どれにの仕組みして。はい、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわーってきて、あなたが思うより健康でしょ。あー、なんか発言があったっすよ。あ、だからか。そうやね、活に健康でやりますけどね。